藤原道長の時代ということで、まあ、藤原道長の登場という話まで来てましたけれども、えー、藤原道長、まあ、前回まで話した,と話したのは結局、あれですよね。コレチカさんの方が先に内大臣になったと。で、道長はまだ権な納言で、まあちょっとというとこだったんですが、えー、どうやってから失戦就任していくのかということですね。疫病の流行、これがポイントです。1994年、九処理は赤もがさ。 これはまあ現在の端かですね、が流行し、その結果、中納言以上の14人、当時中納言以上の打浄官14人だったんですが、8人死ぬということで、過半数は死んでいるということが言われています。C とか5位も大体そうのペースで死んでいるので、半分以上、政権の中央部がまあ半分以上死んでいたということですね。中納言以上、つまも閣僚レベルですから、閣僚が半分死んでしまったという、ものすごい大きな。 だでそういう中トップの藤原の道隆の病も熱くなっていてどうもこちらははしかではなく糖尿病の悪化がどうも言われてます。かねたよりの病気が悪化したらしいと。地域を誘った道隆は関白をコレチカに譲ろうとしたんですがコレチカはすでに内大臣ですから一応関白になるだけの資格は一応ないわけじゃないんですけども。 そこに対して一条天皇の許可が下りないと。一条天皇は反対すると。これ、はあ,のあれですよね。摂関政治摂関係だけで行われるわけじゃなくて、天皇を中心とする身内といったものが結局大きな力を持っている。で、天皇その本人の力もあると。というこ,とですね、この場合、一条天皇がこれちかの関白宗にお認めない。まだ若すぎると。で、代理として、えー、内乱の戦時を出したわけです。 まあその瞬間、一応、コレチカの失勢がえまあ成立したということになります。だから、一条天皇としては、要するにコレチカを長継ぎとしてまあつあの、まだ認める。ただ、正式に関白になるのは、ちょっとまだ、あの、た頼りないということでしょうね。で、道高の死後、関白は道高の弟、道兼になります。ところが、この人は翌日月、はしかで失去しました。 ということで、問題がここで起こってくるわけです。道高、道金まではいいんだが、道高大臣、道金右大臣、これは非常に、えー、よろしいと。ところが、問題があって、ナンバー3は内大臣のこれ近で、彼は現在内乱の戦時を一応持っている。で、まあ、普通に考えたら、ここはこれかで行くところなんですね。ところが、ここでゴンダイナゴンの道長。 道隆道金の弟の道長、この叔父とおいの争いなわけです。どちらが失勢かと。大川によると、国母、つまり一条の母である千氏、えー、道長の姉やっており、ますがこの千士が一条天皇を説得して道長の失勢を決定したというふうに言われています。だからまあ道長はあの姉貴との関係が良かったということが非常に大きく、姉貴である一条の 母親であり、道なってた姉貴。彼女の存在が大きかったということで、これもいわゆる石棺政治の身内政治ですよね。石棺だけじゃなくて、国母、あるいはその周辺の関係者なども大きな力を持つ。要するに天皇の身内、特に母方の身内、非常に大きな力を持つ。で、内乱と一の神。 この辺、実は私もなんか、あの、えー、よう分からないので、今回、えー、非常に勉強になりましたけども、道長は、権大納言のために、関白にはなれないですね。関白はさすがに内大臣以上なんです。そこで、内乱の戦時を受けました。で、これで一応、失勢ができたわけですが、これ地下を飛び越えて、道長は、右大臣に昇進しました。で、これで正式に、 彼は関白にもなれたんですが、彼は結局関白にはならなかったですね。御堂関白儀という名前で、関白にさぞかし長くなったんだろうというようなイメージがあるんですが、実は道長は関白経験はゼロ。で、右大臣に昇進した道長は、左大臣の源重信が亡くなったために、一の神となって、一の神というのは要するに太政官のトップですね。太政官のトップを一の神と言います。 同時にに長者にもなるとここにコレチカとそれから道長の争いっいうのはほぼ決着がついたということなんですがただポイントが2つあって道長にとってはこれでまあ選手の発言力で道長の派遣が成立したと見,た見られるところなんですがまあ定の存在ですね定氏が兄のコレチカを押すようになると 帝氏と一条天皇の間に子供が、王子が生まれたら、コレチカにも外籍の芽が出てくる。そうなってくると、道長にとっては、非常に大きなライバルになる。さらに、コレチカはまだ若い。道長のはかなり年、9年ぐらい年上なのかな。10年はなかったと思います。ただ、道長は病弱であるという、そういう問題を抱えており、うん、いつ死ぬかわからないと。 道長とはあまり体が熱くなったらしいです。病弱な道長が長生きできるかどうかは分からない。長生きできたらまだあれやけど、長生きできなかったら、で、これちかは健康でしかも若い。まあ、道長より長く生きるだろうということはほぼ確実であると。なると、道長の将来っいうのはそんなに明るくないわけです。しかし、これちかの高いが失脚。というとね、道長とこれちかの争い。 この二人は座場官とかでしばしば対立していざこざを起こします。で、まあ個人的にもいろいろといざこざを起こし。ところが、コレチカと高家さんはとんでもないミスをしたんですね。火山法王と盗乱を起こしてしまいます。コレチカが女の家に通ったところ、火山法王と鉢合わせして、火山法王と同じ女を取ってると思ったんです実は姉妹、よろしゅう取ったんですけども、それを勘違いしたコレチカは、 コレチカに記憶化した高い家が火山砲王の突き下でた従者である同時の首を二つ取ってしもて、さらにあの弓を追い込んだら、それが火山砲王の素手を通したというものすごい危ないことだしもて、それに、えー、切れた一条天皇は地目からコレチカを排除します。さらにそうなると色々いろいろ出てくるわけであって、も一気に水に落ちた犬は叩け。これが、まあ、朝廷ですね。戦士の術の疑惑が飛び出してくると。 これはあのコレチカの屋敷から呪祖のそういうものが出てきたというんですがこんなものは後からいくらでもでっち上げられますねさらに大元の方を道長呪祖のために使用していたという噂が立ちましたでその結果コレチカ太宰の権の措置に高井や出雲の権の神に左遷されて失脚しますこれはもうざっくり言うと一切の,の飾り省くと流罪ですね ところが、この、流、え、罪、ー、に邪魔したのが、この中宮帝氏です。まあ、中野関白家、あの、これ地下高いですが、あのこの中野関白家は没落しましたが、一条天皇は帝氏の長愛を続けていたと。というのは、代理退出後、終始内親王が誕生しておるんですね。 中野漢舌が没落して、さすがに兄2人が火山砲をあの殺害未遂、殺人未遂の罪を犯した。ここまでやってしまったらもうどうしようもない。誰もかわいようがない。道長としても勝手に潰れてくれたみたいな感じです。さらにそこにいろいろと呪詛の話をわーっとかぶせられて、完全失脚したんですが、で、そうなると亭主もいられないですね、代理彼女は代理を退出しちゃったんですが、 その後、終始内親王が生まれているということで、おそらく一条天皇は、帝氏が代理退出後も関係を持っていたんだろうと。で、さらに、見逃すのは、これちがと高い絵は、なんかぐだぐだ言うて、結局、廃所には赴かずに京都におって、帝氏に囲まれてたらしいと。で、これについてはさすがに問題になって、これチガと高い絵を改めて、ぬる台に処せられるんですが、 病気のということもあって、播磨の国あたりでとと止まっていると,ということになります。そういう中、帝氏が再び解任しましたで。この帝氏が解任して、ここで王子が生まれると、コレチカにも復権の可能性が出てくるわけです。でコレチカの復権の可能性、これはすなわち道長の没落の可能性と。でそこでどうするかですね。でジュダイ・ラッシュと、えー、厚ス誕生。 道長須大臣に昇進しました。道鐘のこの藤原明光は右大臣になります。藤原の近世の義士、明光の娘の元子も受大すると、次々と一条天皇に、え次々と、まあ、あのいろんな人間が入れていくと。これは東宮の桶田新皇、後の三条天皇ですね。これはもうすでに厚明新皇を設けているために、 このまんま一条に後継者生まれんかったら、これまずいよね。ということで、一条の後継者をなんとか、一条周りの人間はとりあえずなんとかしなきゃならないと。もう一つは、疫病が流行している最中な何しろ打浄官の半分以上が死んじゃうという、そういう病気です。天皇がそれにかかったら自縁だと。 天皇皇后者の数は多ければ多いほどいいという口頭断絶を回避するために、とにかく大量に一条天皇にもつけると。その中、えー、戦士が病、病,病にとられます。この回復期間のために大社が行われ、これ地が高い家、天使は復権し、大っぴらに一条天皇も天使のもとに通うようになります。このままでは道長はやばいと。そこで999年、道長の北よになって、うん 時代したのが子,あの少子ですね。しかしまだ彰子は若くまだ9歳がすむんですね子供はすぐには産めないとそういう中ついに一条天皇にも待望の王子が生まれた厚安親王です天子の子ですね一条天皇からしたら待望のですが道長かからするとこれは爆弾あのメガトン級の爆弾ですよね 天皇が天皇になれば道長は没落し、これ近がその後の摂関係をなっていくんだろうけど、もうこれ近は復権してますから、何の問題もない。道長すら神風、まあ、当時神風となりませんが、神風が吹いたわけですね。皇太后、戦士の東三条院宣言、これは何のためかというと、彰子の立号ですね。 戦士に東三条院を先月、これが入院です。この入院は院と同じレベルのものとして、あれですね。というのは、これは定士が一条の第一王子。で、第一王子というのは、大体基本的に皇位継承、皇太子になる可能性が高い。しかも母親の血筋がいい場合。第一王子で皇位継承でき,ないできなかったというか、皇太子になれなかったのは、基本的には母,母親の身分の問題。 で母親の身分が皇后、もしくは中宮というようなそういう制裁扱いの場合は、早死にした宇田天皇の王子を除くと、みんな皇太子になっているということは、これ、厚保親王も皇太子になる可能性があると。そうなると、一条天皇は厚保親王をこうつける,こと,つけるという、このカードを持つことによって、政治的主導権を強化するわけですね。もう厚保親王がいるから、他の女いらんわ。 って言われちゃう可能性はあるだから少子の立合を急ぐ必要があったわけだって、順子、うん、は皇后によったわけです。で、当時は対皇大合、皇大后皇后とかいろいろあるんですけども、皇大后の選手を女院号におることで皇大后の席を空けたと。東三条院を宣言した結果、 あの後後がいたわけですそこで順子を皇太后に入れて、定子を皇後,后にし、で、少子を中宮にするという形で、定子を中宮から皇後,后に変えて、少子を中宮にすることによって、少子をなんとかナンバースリーに押し込むことに成功した。ところが1000年、定子の皇後,后になったんですが、定子はその年亡くなってしまいます。結局、これも子供を産んだ、その結果、彼女は亡くなった,なったんですね。 女が産むときに彼女は亡くなったと。出産のときに彼女はあの死んだ亡くなったと。これは結局一条の長愛が帝子の縁を縮めたという皮肉なことになっています。す一条天皇が帝子をもう徹底的に愛した結果、帝子の子供はまあ 3, 人の3人目でついに彼女は死んでしまったと。 一条が極めて定子を愛したことはまあ知られていますが、その定子の命を縮めてしまいます。マクロンソー主の、えー、作者である清少納言はこの頃窮地を去っていて、なんかまあよく言われますよね、清少納言と紫式部は実はちょっとち、えー、6年ほどブランクが空いているとで、えー。ただ、清少納言の娘は紫式部の同僚なんですね、あれ。ダイソン厚平誕生。 帝氏の氏の翌年、東三院の戦士が亡くなります。これで年齢がいたのは私はびっくりしたからです。あ、まだ40歳やったんやと。まだっつうのあれかもしれませんけども、40歳やったんですね。これは道中にとっては非常に痛い。要するに、あのこの戦士の存在が道中にとっては非常に多かったわけです。圧倒的に不利の中、道中がなんとか一条の周りで食らいついていけたのは、あの一条の母親である東三条院がいたからですね。 その彼女がいなくなるというのは道長にとっては大きな痛みになります。さらに天皇の長和は元子に原始に行きます。ただ、ラッキーだったのは、この藤原の明美というのは、まあ、道長が長い,いのは疎いと、こいつあの無能やというふうにはっきり書いていて、まあ、どうも明美さんというのは、そういう朝廷儀式とか、そういった性的能力とか、そういったものに関してはな,な,なかったみたいですね。 あの無能だったみたいであって、これが実は後に道、えー、などで非常に大きな意味を持ってくるわけです。この空きが無能であると。どう無能なのかちょっと,ょっとよくわからないんですけども、まあ、長儀に疎いということは、要するに決められたことができないタイプだったんでしょうかね。やはりそれをちゃんと決められて順を踏まないとダメだと。まあ、私はもし、えー、この時代に頂点にいたら、多分 だだっただろうと思います超そういうなんか決められたる手順としてもできでき,できないんで <laughs>。で、1008年、彰、え、子、ー、が厚平親王を生みますで。これによって厚賀親王の立場がどうなるのかと。要するに母親を失って、外籍はまだパリッとしない。そういう中、厚賀親王はどうなっていくのかと。逆にこの敦裕親王が登場誕生したことによって、あれですね。 ただ、一条天皇の日に暮らす日天皇の調和は原始に行ったわけですが、この原始さん、実は子供もは生まれなかったんです。これ、みちゃんにとっては幸運だったかもしれない。在籍の地位の限界というとこ、まあにここで話がちょっと変わってくるんで、一旦ここで話を切りましょう。そうすると、天使というのは晩年、そんなに悲惨な状況ではなかったということですか。そうですね。一般にはね、あの、 コレチカが失脚して、もういじめられて悲惨な晩年やったんやって、うん、になってますが、これ、盛り返してたということですか、そう,すそうです、そうです、聖帝氏さんは結構、あの実は彼女は、晩年、ものすごく多分恵まれてますよね。落ちぶれたけど、一条帝の愛だけを頼りにというね、<laughs> そんなんではないのかと。 これないです、ね、もう長男産んだし、長男大長寿産んだから、これ、彼女が長生きすれば、歴史は大きく買ったんですね亭氏が長生きすれば、これ、篤康がちゃんとそうになって、で、これ、一川がそのおかげで外籍になれた。可能性もあるわけです。なるほど。 だから摂関政治というものが、例えばあの藤原氏の党首だけで決まるんだったら、帝氏さんは悲惨な人生なんですよ。これチカさんと道長さんの差はあまりにも違いますからね。ただこれチカも一応、巡大臣の待遇を受けてますから、道長、一応、巡大臣として、非常に人々の尊敬を、義堂三子と同じでは、ものすごく巡大臣として、一応、朝廷で尊敬されるように、対面を取り作くれてますから。 これさんのだからまあ,あの実際にはそういうレベルでもそんなに悪くないけどもこのまんま道長さんにとっては帝氏さんが長生きこれ定子が長生きしていたとすると厚安康親王を皇太子にするかどうかは一条天皇が決めるということですか そうですカードあの、ボールが一条点の点に渡ってるわけです、現在この時両党、鉄立ですから、一条の次は三条へ行きます。で、三条の次は、一条の王子を選ぶことになるんですが、その時に誰を選ぶのか、一条が上位した後あと、大きさが親王に上位した後その次の皇太子を誰にするのかのカードを一条が握るんですね。 それは道長ではなくて一条の方に決定権があったということですか。一条が生きていれば、あっ、そ、ま、うだ、行っているか、するんだからも。もしそうやったらね、実際にはあの彼は病に倒れて、厚やしんの立体するができなかったんですけどね。一条は死たんでなただあの、もし彼、亭主が長生きして、一条というのを長生きすれば、大きさしのにのに元気よく,く、位い譲ることができたら。 だから天皇の位に、位に譲るっていうのはなかなか難しいポイントだって、自分は元気に譲らないと後継者がすぐに自分で選べないんですよ。こういうの選定権を。だから、厚平と厚安というそういう有力なものがいる場合、<laughs> 要するに道長がいくら運動しても、一条が厚安や言うたらもうそれで決まっちゃうわけですね。この場合。質問、えー、っと、チャット、はい。 の投資長者とは,はもう完全に投資の藤原氏の中で選ばれてますね。で基本的にはあの藤原氏の家督者がつくんで、投資長者になで摂関ないやつっていうのは、あのどっちがですね、摂関に、えー、ならなかったのか、それともあのなれなかったのか、あるいは元摂関になって、元摂関で摂関辞めたとの 長ゃのかで道長は結局石関には彼はなってないんでね、<laughs> 実は。これ、投手長者になれたから石関の方に行けるんですか外籍になって石関の地位を獲得できたから、藤分けの中の位置が上が,ああ上がって、投手の座を獲得するんですかまあ、投手って大体決まってますからね。 そんなにバリエーションないですよ。あの、まあ、この場合、やこしいのは、要するにコレチカと道長の場合ぐらいですね。コレチカと道長と確かにややこしい。要するに道田、まあ、だから、あの、石棺の地位と連動、彼女連動してるわけじゃないんで、ない要するに別物ですから、ただ、基本的には、まあ、大体藤原氏の着流、着流が、藤原氏の中でトップが大体石棺になるし、 少女でもあるという、そういうもんであって、これは全く別の理屈で動いてるもんなんですよ、2つは全く,全く別もんなんですよ、基本的には兄弟がいる場合ね、道とか道、金というふうに、はい、兄から弟へ行きますよね、兄が死んだとき。はい、弟がいるにもかかわらず、兄から子供へ行くっていうケースもあるかもしれないけど、大体<や>いい横へ行きますよね、<そ>弟の方へ。 藤原氏れそうですね、うん、多分あの子供が若,若いからね。なるほど。これ天皇も昔ね同世代継承してて直系に変わりますけど、うん、でもあの世は軍臣が選んでましたからね。わし、うん、藤原氏の場合はそんな軍臣なんていないから藤原家の中の力関係で決まるんでしょうけど。 コレチカーと道長の場合は、戦士さんですね。戦士さんが決めちゃった。じゃあ、これは、兄弟の中の女性も含めて、その中の力関係で決まるということですね。そうですね、多分ね。次に、この、摂関係という言葉ですが、よしふさから摂関係なのか、 ただざねでしたかね、石棺、はい、家と関白の地位と外籍が分離する、石関家の成立やって書いてる本もありますけど、どっちな、どっ厳密に言うと2でしょ、それ要するに、この段階では、道長の段階では実、実道長の家というのは、代々摂関石を世襲するというのはたまたまなんです。制度的に石棺を世襲する家ではないんですよ、これ。 幸運には偶然たまたまなんですよ。じ <laughs> 白川上皇が。もう、これからは外積と、せっ、関白は分離すると。言って、摂関家が成立。してあそこからは摂関家ですが。そすね、じゃ、までのね、部分は。道長とかね、道隆。あ、はい、摂関家で読んでもいいんですか。摂<味>関家とせ使っても言葉。私はあんまり使いたくないですね。だから、使わないようにしてます。どうしても使っちゃうんですけどね。 うん、使っちゃいますね。使っちゃいますけど、関係。シフさん,んそ、ね、そうそうそう。藤原さん、こ関係は厳密に言うと正しくないです。どう表現したんですか。藤原ホッケでもダメですよね。ちょっと広すぎますよね。難しいな、うん、これ。まして藤原ではダメですしね。高校生先生もして、うん、これなんて言葉使おうたらいいやと。 高校生もせっ系でいいじゃん、その、なんやったっけな、ただたねの時にどうたらこうた話、別に高校生に言うたら、あとはパンクするだけやから。もう、四十ウだからせっ系やと。そうそうそう。ただ、歴史学者がそれを聞いて、いやいや、違うんだよとかって、下り顔で偉そうに言うためのネタとして、実はせっ系て、ヨさんの時はせっ系になるとは限らないから、系本当にせっかん系、セリさん、ただたなんだよ、ただた誰だよみたいな。 祭りごとクラスだめ。この辺難しいんですよね。私も、あの、こういう、あの、政治の流れっなのは割合好きなんですが、この制度的な話はものすごく苦手で、外戚の地位の限界。道長のキャリアってうのは986年に一応天皇のもで昇殿してます。まあ結局、天皇の母の戦士は道長の姉って当たるんで、一応彼は外祝夫ということで、一応まあ外戚なんですね。で、 戦士の後押しで995年内乱の地位を獲得。内乱、右大臣一の神、えー、の地位につき。これで政治を主導したと考えられたわけです。まあそうですよね。一般にはそういうふうに考えますよね。戦士の後押しで内乱、右大臣一の神の地位についた段階で、彼は政治の主導権を握ると。ただ実際には、これ、石棺政治。まあ彼は石棺じゃないんですが、 あの頂点トップとっ,ったらもうこれでいけるやろと思うんです。実は天皇、あるいは国母、父院など、そういう天皇の身内というこの性的な発言力、この身内の政治的発言力に注目が最近なされてきてると。で、まあ、道長は戦士の隠牛、これは悲きですね、悲きで性的な優位を保ったんですが、天皇のコントロールはできなかったんですね。 例えば、あの、定子の問題、原子の問題。道長すらこの定子とか原子、少々よりも、えー、どうも一応天んのは定子、定子の死んだ後は原子に入れ込んでしもて、このままではやばかった。ただ、定子が早死にする、それから原子には結局王者は生まれない。これは道長にとっては非常に幸運なんですが、これ言い換えると、偶然的要素に道長っつうのは自分から選んで、 内乱大臣、の守を取ったから言うて政治を主導できるとは限らない。偶然的要素に左右されている。だから結局これ道長が幸運だったから。だからこの時代、摂関家というふうに言わないのは、要するに彼に、えー、要するに摂関というのはどこに流れていくのかというのは実は不明確やったんですね。でたまたまこの金家から道長、こういう風に来てるんですが、そこまでもうぐる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 動いてますからね、兄弟とかで。 だから、なかなか難しい。だから、親から、あの、け、なんとかけという形で、親から声、親から声と確実にあの受け継がれていく地位、つままだ存在しない。結局、道長は運,が運よく政治の主導を掌握することができたと。では、道長はどういうふうにして、まずそういった、道長っつのは非常に運が良かったという話を念頭に見て、道長はどうやって政治を取ってきたのかということですね。 まず黒どころ別党と内乱世代人。天皇の家政機関である黒どころ、これが非常に重要であって、黒どころが別党と世代人といの大体兼任されると、えー、いうことで、世代人になるということは黒どころの別党という、黒どころのトップを兼ねると。で道長というのは内乱世代人兼黒どころ別党という形で、彼はそういう意味では、 多常感と黒どころの双方の政務を支配することによって、朝廷でのリ,リーダーシップを取っていたと。彼は関白にはならなかった、ね。純関白というべき存在でしたね。未同関白期という割には、彼は関白の在,在,、ね在,ね、在籍年数は0年。摂政が2年ということで、基本的に彼は摂関にはならなかったんですね。道長は。感想と祭りごとの生態。 私も,もう追っかけていくのに必死です。平安前期の上官政務、苦行が諸子諸国の要するにいろんな司あるいは国からの上申案件を決済する苦、苦行調整というのが、えー、開かれてましたで。通常はこの弁官が取り次いできたわけですね、この諸子あの諸司諸国の上申案件、弁官が取り次いでのは820年。 激政による打浄官政務が、激政の、えー、打浄官政務が儀礼化し、激政が始まったことで打浄官政務が儀礼化し、9世紀の中には激政も終わってしまって、南どこ申し組み、陣の申し組みというふうな形になるがまあが、結局、この打浄官政務というのは、重視的には推移してしまうわけです。で、こういう政務の中で、承継が天皇の上層を完走、去年、まあ、は大臣品の中の一人が天皇に対面して相乗する。これも な、えー、なくくっていくとじゃあ、何が、どういう形で政治が行われてきたのか、祭りごとから、えー、定めという形になるわけです。摂、え、関、ー、ら院選挙区では、この苦行調整、申し分のなのりご事とっいうものがなくなっていき、これやらは儀礼化していって、で、実際には人の定めという、定めという形になっていく。これ、あの要するに上進、上申と命令に対して、こちらはあの合議制ですね。 というふうに整理解してます。合議制であると。例えば、あの苦行調節というのは、官争という、上選・上村政務が簡略,略化、これが簡略化したものになっていく。えーまあ、天皇だけでなく、摂関上皇にも相乗通、相実のが行われていく。だから、大将は広い、昔は天皇と一体となって、それは天皇だけで石棺とか上皇とかにも話がこう拡散していくと。 下から上の決裁政務、下削政務が総始という形に集約されていく。で総始というのは結局天皇だけじゃなくて、天皇の身内にこう広がっていくと。副業調整は、まあ、いろんな儀式はあの非常に高度な儀式化していくものの、内閣はこういうふうになっていくと。で、この創上された事項について、苦行の意見を聞く、これが陣の定めですね。であののの定めの他に定めめにいうのは 区役定めというのもあると区役定めっつうのは代理の左近江神座で神の座で苦行、えー、会議のことは陣の,の定めという名前があります陣の定めっつうのは非常に重要な会議であってここで一番大事なものは決められているとだから実はあの天皇をロボット化したから言うて道長権力を震るえるわけではないんですね 当時の朝廷というのは、要するに苦行調整という形で、苦行がいろいろなものを取り継いで、それを天皇に相上し、天皇から命令を受ける、そこを握っちゃえば、簡単に天皇の代わりになれるんですが、当時はそういう相乗のシステムが、天皇だけじゃなくて、摂関とか上皇とか国防とか、そういったいろんなところにうわー行くわけです。だからいろんな人間が、天皇の身内関係者がいろいろなんか力を持ってると。 だからそれは道長だけじゃなくて、いろんな人がいろいろ力を持っていると。で、さらに、苦行たちの苦行会議が開かれているために、苦行たちは自分の言いたいことを言い寄ると。いうことで、なかなか道長は苦労を負うわけです。そういう中で道長は何を言ったか、人事権の掌握ですね。地目とジョイ地目というのは、あの官職ですね。 まあ、年始の外観地獄、別名、あがた飯地というやつと、年末の共感地獄、つかさしの地獄があります。この地獄と上位というのは、要点の時は摂政時期路。この時期路というのは祝勝ですね。死摂政の宿泊所で行われ。天皇成人後は、天皇の御前で、苦行全員が集合して話し合うと。ただ、実際に、 議論はしないんです、これは。この字幕っついうのは。天皇と執筆大臣。まあ、大体が一の神です。天皇と一の神のが中心になってやると。で、関白っていうのは天皇と執筆大臣などにしたって決定に関与する。だから執筆大臣がいろんなあの案を出す。それを天皇が決定するんですけども、その関白っていうのは執筆大臣からの、あれを天皇が見る前に、 見るんですね関白は反対だったら天皇に回す前にそこで差し止めると。自分が通した後天皇から帰ってきた天皇からの案もそこで執筆材に渡せばポンと跳ねるという形。いわゆる内乱の戦時はそれなんですけども、関白とはそういう仕事をしていると。で、他の連中は人命が埋め上げられてあ、えー、げられますがそれに、その場にいたことによって同意したという風に見なされます。地目とのは基本的に議論はしないと。 道長津は一の神の座をだったよね。自分が。自分が一の神であると。で、関白はいないと。道長津は結構この図,図領子。非常にこれに、あの、あれですね。あの、熱心にかかってます。というのは、図領人事なは国家財政と大きく関わるために非常に重要な、ですね。まあ図、図領子。高齢樹木で、 苦行が推薦状を創造します。樹木ですから、議論はありません。推薦状は来て、えー、それを天皇に、えー、創造し、天皇がそれに、えー、許可を加えるということになります。議論はないと。ところが、実は、なかなか難しい問題もあるんですね。例えば、伊勢の神の藤原亀則が、自分の公認に平らのこれ平を追挙しないように言うてきました。 これはこれヒラが伊勢の、これ、まあ、ヒラというのは伊勢兵士ですが、こいつが伊勢の国で暴れたためです。ところが、このためのりさんが平のこれヒラって伊勢で暴れてるから、あの次の伊勢神になんかあの推薦来てるけども、絶対通しちゃだめですよというふうに言った、釘を刺したにもかかわらず、藤原の秋光があっさりこれヒラを推挙しまうこれはあの、これ、秋光はこれヒラとコネがあったからですね。 だから、これ平からお願いしますって言われたら、秋光はあっさり転んで,で、それに一条天皇も賛成した。一条天皇は秋光の娘を愛してますから、あっさり秋光の言うことを聞いちゃうです。で、それに対して道長は、いや、これ平はやめた方がいいですと、為りがそこまであかん言うとんねんから、こいつやめた方がいいですというふうに言うんですが、天皇は応じません。これは結局確かこれ平さん、いつの間になっちゃったんですね。 結局道長負けちゃってただやっぱり問題を起こしてすぐに組になったんであの結局道長の言い分が通ったんですがこれは道長方とは多分見えないでしょうね一条天皇が結局押し切って道長をぶたれてたらなんかやっぱりやらかしおって俺見たことかとこのように道長と天皇のは不一致なことが多かったと言われて一条天皇のはまあ必ずしも道長の 操人形でなくて結構道長と対立することが結構あったみたいです。あの道長はそのて、えー、一条天皇が自分のことを反対する場合、彼は苦行への影響力を背景に意見を通そうと、まあ、努力するんですね。だから彼は一生懸命、苦行たちの多数派工作を行うわけです。で、その時にやっぱり世代人というのが多かったんですね。彼はだから世代人であり続けることが必要だったわけです。世代人を辞めるということは彼の場合考えられないと。 関白とかなっちゃったら、須大臣としての役立たせませんからね。結局、彼は関白になったのは、そこなんです現職須大臣のその仕事を手放したくなかった。須良順任というのは、こちら臨時時目で、区行が候補者を創、えー、上し、これは新しい、えー、あれですねク、クロードなどから除諾して須良になっていくパターンであって、まあ、これも、これもど、まあどうやるのかとですね。で 新しい図量に、えー、人図ほかに、図量降下定めっついうのがあります。これも結構重要なのね。図量経験者で任期終了時の文書監査、図量効果定に合格したものを、これをキュリと言います。このキュリからまた図量が選ばれていくんですね。この図量効果定っていうのは、かか無かかのね。要するに問題があるかないか。 合格か不合格で結論が出ると。で、無価で合格すると位が1回進められます。例えば1国やった、1国を務めると15位の上になります。で、3カ国を務めると小5位の下になり、4カ国を務めると10位の下になり、5カ国で10位の上になり、7カ国で3位という、そういう,そう出世会っていうんですね。 だからこういうのを背景にすると源頼義が陸奥神を何回も何ずっとあり続けてるっていうのは実はあの彼にとってはあんまり嬉しいことではない一過は一か去一か去ですからね超人っていうのはあの無理やりしてるようなイメージありますが、まあ、実際は多分頼義にとってはとっとと陸奥神なんかやめてしまいたいと。 えー、結局、彼はイオのう神まで行ったけど、その先行けなかったから、結局、ムツの神であのアシュすスクッコったのが、ヨリオシにとっては致命傷だったんですね。まあ、彼の場合、それと、スタートがめっちゃ遅かったのとか、致命傷でしたけどね。<laughs> ところは、この図量効果的はしばしば紛糾するわけです。で、なんでか言うたら、結局、効能物、まあ、図量というのは国家財源ですから、この効能物を確保しなきゃならないという、そういう問題があり、 これは揉めるんですよね。結局、先ほどのさん話じゃありませんが、源義家みたいなやつがおって、高能物確保なんかせんと、それそっちのけで、なんかそっち、あの、隣の国のではの国の、えー、内戦にこう、首突っ込むやつ、野郎がおった場合、これね、しかも義家さんがあちこちに賄賂ばらまいてたら、これはしゃれならんですよね。義家さんとったのはそれなんですけど で吉江さんはあの白河上皇のパトロンになって、一生懸命なんとか生き残るかるんですね、結局失敗しますけども、これはまあ近,年近年の研究もそうですね、吉江っつうのは無能であったと。<laughs> 吉江ってファンが多いから、あの吉江はあんまりプロクスン気にけなったと、大体あのあの疑問がくるんですけども、まあ、これはもう動かない、吉江っつうのは無能であったと。軍人としては最高だったが、政治家としては芸のレベルですね。 で、道長っつうのは、世大臣、結局彼が世大臣にこだわるのはそこなんですね。降下すために、えー、出席して、自分の関係者、あるいは自分の関係者のライバルを強度する、自分の関係者を持ち上げる、そういう説得や同調さを求めていくという、そういう作業をしなければならない。そんな天皇と、天皇に代わってバーンと言える、そういうもので道長の場は非常にその辺細かく、 こちょ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 とおるんですね。で、彼はその世代人としての事実の最大限に利用すると。ということで。と、頭領国家定めですね。人の定めですね。諸国常時定めとなります。人の定め、人のめに、この諸国常時定めというものがあって。これは何かと言いますと、頭領の地方統治に関するさまざまな問題を議題とする人の定め、会議です。諸国常時。 め慣例的なものも別に議論するもうそれで決まってるとつは、もう政、えー、の方式、一応儀式でこうカッカッカッとやって天皇に相乗して、天皇が OK だよーと言って、えー、これも別にあの議論のないような形で、えー、処理されます。要するに儀式によって処理されます。ところが、もうこれどう,ど,ど,どうすんのということで、洗礼いものが感想という形で天皇折下の決裁を受けるようになります。 問題がなければそれでえい,いんですね。ところが、あの、天皇や石官は洗礼、あの、要するに、松井君の星しはったらもう機械的にかわっていくんですね。天皇や石官が何かどうで、で、線路は天皇、星は石官の政治的決断が行われると。ところが、問題なければ政治的決断で、あの、これ洗礼だけどどうですかじゃあ、それ OK 行こうと。だからそこで反対意見出たら、陣のすだめで話し合わなきゃいけないと。その時の、あれですね、鶴竜の地方統治に関する問題というのは、 問題がしばしば起こるわけですね。どうやら問題がしばしば起こる。要するに、図量が、これ結局、効果定めとも関係があって、結局図量がどれだけちゃんとやってるかのをチェックしなきゃならないわけですから。これは道長が死んだ後に制度化されていくんですけど、道長執政期にはあの、この諸国常時定めっいうのは、まあ、実質的な政務、要するにシステム化されていない状態でやるわけです。で あの議長、承継、議長は道長が独占していたみたいですね。要するに道長が一生懸命この話を一生懸命こう作り上げていたという方が正しいと。で道長にとってみると、この諸国情実だめといったものの議長をこう握り続ける、そういったものを開催し、えー、そこの議長を握り、多数派工作の,の行う。これは図領統制の要として、道長にとっては非常に重要な課題であると。で これは結局、彼が大臣であるからできることであって、関白とかになっちゃうと、こういうところからも姿を消さなければならない。関白というのは、あくまで座官から上がってくるものを天皇に対してやるものですから、道長にとってはそんな関白なんてやってる場合ではないと。さらに、罪名定め、刑事事件ですね。刑事事件というのは議題です。これも陣の定めで決定されています。 この陣の定めのうち、刑事事件について話し合うのをの罪名定めと言います。で、当時の刑罰というのは、まず、軍事が知罪は執行することができる。判決及び執行することができます。とか、情以上については国司に送検することができます。で国司というのは、ずっと上を、えーまあ、やることができると。中央監視では、図以上は行部省が担当します。ところが、 シートルーは、行部省なく、ダジョウ館に持ち込まれます。で、ダジョウ館は死刑とル罪の話については、行部省に再審査を命じた上で、ほんまにそれでいいのと。これ、シートルーになりそうなんですが、シートルーに相当すると思うんですが、どうないですかそういったら、ダジョウ館の方では、行部省に、えー、もっぺんちょっとチェックしてみ。本当にそれでいいのあいいです。 それを天皇に相、えー、上し、天皇が採下して確定します。これは非常に古くから、えー、律令体制、自統天皇の頃からそうなってるわけですが、平安時代には厳しい両行下の官ができてきて、まあ、肝心でない一般詩人は京都に関しては厳しい政治裁判を行うと。座上官では あのシトルのうち5位以上の肝心の問題、および大事者関係、それ以外はもう厳しいに、えー、投げちゃえと。シートカルはもう厳しいに任せたと。もう業務省が知らんから、厳しいに任せたと。で、この5位以上の肝心の部罪以上の刑罰がか予想されれば陣のためになります。で、この罪名の決定については、まず、 こいつやばいんですが逮捕しました。ただ、戦時がですね、天皇命令、妙暴博士への罪名勧進命令が出されます。妙暴博士が罪名関門を神のすだめに出します。神のすだめで話し合って決定すると天皇に相乗します。天皇相乗、こういう関門が出ましたと。 で、陣のすめで罪名家紋について審議した上で、この罪名で行きますと天皇に創業します。天皇の許可を得て罪名が決定すると。だからまあ、陣のすだめに提出される同時に天皇に創業されると。で、陣のすめではこの話し合いが行われて天皇とすり合わせて罪名が決定すると。で、こういうと,とこにも道長っつうのはいちいち顔を出すわけですね。この人のすめの議長を大体道長が務めると。 だから道長って非常に細かい。だからあの平安 関係の時代、平安貴族とは暇でしたとかって大体言うんですけどね、あの、私も入試とか、デアゴスティーンとか見てたら、なんか平安貴族たちは非常に暇でしたよって、あれは多分樋口清之さんかなり悪いと思いますけどね。樋口清之さんの本で、えー、平安貴族は非常に不健康で、寿命を短くやることもなかったし、体力もなかった。いやいやいや、この道長って病弱やったらしいけども、めっちゃ忙しいという。めっちゃ忙しいと。 上級級貴貴族族も下級貴族もめっちゃ忙しいん頭領、ね、のこういういろんな問題頭領の人事件それからこの刑事事件についての,あの最終判決そういったものをこうやっていかないと並んでそれの準備のために道長は駆けずり回るわけですよね彼は実はものすごく大変だわけですという形で道長が実際にどういう政治をやっていたのかということを見てきましたけどもまあ 当時、えー、道長っつうのは非常に細かい政治ばっかりだったということが言えると思います。平安貴族は暇じゃないよと。摂政と関白とベース別々にいきますけど、大臣たちが集まって決めたことを、摂政に提出してくるわけですよね、天皇はまだ幼いから。この時の時摂政方で 拒否するとか、あるいはそれこ、ここ変更しろとか、そういうことは言えるんですか言えます、言えますいや。その場合は差し戻しになるんですかこうしろと言えるんですけれども、これはちょっとむずいから考え直してくれと言うんですか差し戻しです。あの要するに、上官と天皇が一致しないと基本的には命令出せませんので。じゃ意見が合わないままに、お前らは A や言ってるけど、俺は B やで、B でやれというわけにはいかない。いかない。お前ら A と言ってるけど、私は B と思うので、 と考え直してくれというような形でやるわけですそれを永遠続けるんですね結局感覚入ると結局あの感覚が A と思っとったら B が下から上がってきたらそれに潰せばいいわけであって天皇の元には行かない <laughs> じゃあその場合感覚はね A が上がってきて自分は B やと思っている場合に天皇には言わないで出してきた人との間で調節をするんですかそうですそうです 担当大臣と官白の意見が合えば天皇に持っていく。うん。でそこでまた天皇が違うという可能性ありますよね。そうなんですよ。で天皇と官白の意見が合わなければまだそこで調節をするわけですから。調節者がいかんですね。だからあの道長にとってはあの一条天皇との関係があまり良くなかったみたいですね。この今の話この話見てるとなんかあまり一条天皇と一致することなくて一乗天皇と意外と対立細かい対立が多かったみたいで。 ここの定めめででも随分揉めるんですよそういういとは道長にとっては結局一条天皇との関係はかなりなんか微妙な関係だったみたいであって結局一条天皇は道長の言うてあげてくる案件に対しては結構反対するんでだから関白とかになったらもう決まらないんじゃろうね多分,多分決まらへんだろうねと思って自分が左大臣であれば直接 要するに、あの、の直接、この貴族たちの意見までみんなこう言うてますよという手が使えるんですよ。ああところが漢方、ね、になっちゃうと、その多数派工作はできないんですよね。なるほど。食品会議の議長みたいなもんですね。そう,そうそうそう。先生、そうおっしゃってますけど、職員の皆さんはこう言ってるんですけど。<laughs> そう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 。だから、共闘になっちゃうと、 どうう、なんでしょう私、学校のシステムよく知らないんで、教頭よりも教務主任のほうがあの、そういう直接あの教、あれをまとめること、まとめてということができる、そういうのはないんですかね。あそうですね、教頭は管理職ですから、一応、校長のね、うん、行こう組まなあかんし、教務主任、私やってましたけど、平ですから、<laughs> いや、校長先生、そうおっしゃいますけど、ね、われわれの立場からすると、それは困るとかね。<laughs> <laughs> そまさに多分あの道長をったのはその教務主任の立場なんでしょうね。うん。教電は校長で。学校の前はね, <laughs> ね、まあそれでもね、どうしてもね、校長先生がそうおっしゃるんだらね、命令でも何でも出してね、はい、したらいいと思いますよと。教頭、うん、はね、校長が黒と言ったら黒です。白と言ったら白です。なるほど。 業務所にはね、校長先生は黒とおっしゃいますが、私は白と思いますが、<laughs> 校長が黒でやれと言うなら、黒にしてもいいですよと。ただ、あくまで私は白と思いますと。まさに道長だな。<laughs> <laughs> ただ、責任取る立場でないですからね、業務所にはですからね。うんうん、最初の責任は校長が取るんだから、校長の。 <laughs> 言うとうにしたいんちゃいますか <laughs> いや、なんかね、その辺ね、ちょっとね、<laughs> 知らばっくれてね、平野の方もね。<laughs> <laughs> <で>そ何がお日が私は知らんよと。ああ、道長だ。<laughs> <laughs> だから道長京都にやりたくなかったんですね。<laughs> ああ、なるほどね。皆さんの意見ですということで、自分の意見を通すことができると。うん、なるほどね。でね、仮にそうだとすればね、 はい、あの寄り道なんですが、はい、なんで関白になるんですかあの親、親のね、道長のやってることを見てね、そうかって、これ、関白なんかなったらあかんわというふうには考えないんですか。考えなかったんでしょうね <laughs> えと。切れ目なく続いてますよね、千少関白って。道長の代理だけはないです。うん、だか道長が特別なケースですよね。そうです で、この道長のやってることがご、私き、説明聞いてると合理的に見えるんですが、聞こえるんですが、うん。これ、合理的やとすれば、そうすらいいじゃんと。逆に邪魔くさいんですかね、これ、道長みたいにするのは。多分邪魔くさいのと、それが道長も、あとでちょっと出てきますけども、要するに、太政官の連中が無能なやつらばっかりなんですよ。別に、右大臣と内大臣が使い物になるんです、道長にとってみりゃ。 実は、あの右大臣と内大臣は道長からすると使えんやつなんですよ。うん、敵にもならんが手使えない。はい、自分が関白になってあの外れると、教務主任がボンクラくるんですよ、一の神が。一の神にボンクラくる、あの要するに有能な反対しなくて、何にもできんやつが来るんですよ。あじゃあ学校でいうと、教務主任が優秀なやつでもう揉めたくないから。 うん、校長とか共同の意見聞いといて、大体いいどの辺に落としたいんですかと、うん、聞いといて、もうその辺になるように、みんな平場の段階で決着つけときますよと。うん、で、だいたい上がこんなもんでええやろうという線で、平をまとめて、じゃあまあ、こういうことで <laughs> っていううにすればいいわけですね。うん 藤、うん、さんそれやったんやけどそ、ねその、自分が教頭になったら、次の教務主任になる,やなる秋光さんとか金星さんって、こいつ使えんすぎて、こんなやつらに政治任せたら、俺、アウトだよねと。で、自分で調節にいかなあかんと、ああ特に <laughs> う。うちの学校、完璧にこれ、職員室、完璧にこれ、学級崩壊を起こすぞと。なるほど。 秘密アタフタするだけしか脳ないからこいつみたいな<う> <laughs> チャットで質問がありましたが二人、はい、が事務所に能力で引き継げなかった古市長もやなるほど頼通さんね頼通 <laughs>、まあ、さんの場合結局多分あの道長の,の場合はあの下にくずしかいなかったんですがくずですねあの使えないといけなかった頼通の場合はあ面倒くさい乗り道やな <laughs> 有能だが自分の首をかこうとしてる乗り道がいるのかおかげでこいつらみんなもう80ぐらいまでなんかあの政治を取り続けるというもう老害ここに極まれりしかもより道なんか6 2歳死ぬけどもより道って80何本まで元気ですからねあれより道も乗り道もうん あでも頼通さん、確かにあの結局、最後、御参上にあのなんか微妙にやられちゃうんで、確かにフルシチョフっぽいかな。関白とすると、自分の意向に近い原案をまとめてくれる人間を、その陣の定めとか、そういうところに送り込めていれば別に関白でいいわけですよね。別にいいです。関白の方がいいと、むし、うん、ろね。うん ところは、副大臣と内大臣が使えんやつばっかりだったら、なんかふら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 流れていったりして、<laughs> えー、なんでそうなるのみたいな <laughs> 心配でしゃあないと。で、省内原案出してこられると、もうそれからひっくり返すのも大変やと。<laughs> <laughs> なるほどね、うん。はい。いや、よくわかりました。<laughs> で、 えー、平安貴族は暇やという確かに暇やと、ね、思ってる人多いですよ。多いですね、うん、教科書の書き方なんかもなんか暇なようなフランスですけどね。うん、そうなんですよ。入試かって入,入試の方に出ても大体なんかあの過去も見てても一昨年まであの中学受験やってたんですけども大体なんか平安貴族が出てくるとあの平安貴族は無限に時間がたのでてだからあのこういう。 非常に感性をと研ぎ澄ませて若とかを見ましたとか言ってんなわけねえだろうみたいな。いつらは生活かかっとんねや。定価なんか生活かかっとんや、いつら。最近、平安貴族忙しかったとかいう本が出てましたね。そうそう、出てました、出てました。もうそりゃ、平安時代やってる人からしたらもう、嘘ばっかり言うて思ったでしょうね。じゃあ、平安時代の研究者からすれば。 貴族忙しいのって当たり前やんかと、もうそうなってるわけですかそうなんですよ。忙しいとか、そういうこと書いてる本はあんまりないですもんね、あのそういう表現で。そうそう、えー。こういうふうに人事やってたとか、何々はこうしてたとこで書いてあっても、うん、ざっくり暇でしたとか、ざっくり大変忙しかったですと、そういうふうには書いてくれてないから。そうですね。うん、ざっくり言うと、めちゃめちゃ忙しい。うん うん多分明美さんが暇やったろうけど。で、これ、能力なくても、官位は上がっていく,くんですかそうなんですよ。明美さんなんか、全く無能やったのに、右大臣も流れましたからね。多分このテム道長にとってはあの、足引っ張ったやろうな。なんで、明美さんが右大臣みたいな。家柄ですか。家柄です。道長の息子ですから。多いですね、道長から言うと。そうそう。兄の子供ですね。兄の子供です。 ちょっと私の,兄と兄の子供ですさっきあの図量がね、はい、国を経験すれば上がっていくという話でしたけど、はい、えっと15位上から小4位元徳だけそこ2つありますね2か国ですよね他のところは1つ上がっているいそうですね多分ここはちょっとあれかなちょっとあの1か国だけでは 一国取ると、だから二国では多分、あれならんと、三国やらないといけないかな。ここ以外は、一個ずつ上がっていくんですね。うん、だから最初に一国、一国だと、まあ、これも実は、あの、一国で15位の上とありますけども、国にもいろいろランクがあるから、あの、これはこういう目安であって、例えば、あの、6位ぐらいの国もありますし、あのさ、最初にいきなり、まあ、あの15位の上で、秋の神とかないし。 下付けの紙とかをせい,ぜい同じ国を何回やってもだめなんですかどうもあんまりよくないみたいですね、だから町人って一うのは一応、町人は禁止されてるんで、一応原則的に町人なんていうものは、教科書にはね、情報とか町人とかって、うん、なんか町人というのは、貴族が、の特権みたいいに書いてありますけどねだからまあ出世、を別に暗い上がったかで,どう,でもないど,どうにもならん場合は、もうそれはそっちのほうがいいでしょうね。 そこで金をや,やり慣れたところで、いきなり新天地に行くよりも、もうあの現地の人間とずぶずぶの悪度で関係できてたらああ。収益上げようと思ったらね、うん、ただ上へ上がろうと思えば、承認は望ましくないわけですね。そうですあちこち転勤していかなあかんと。そう,そう、うん、ああ、なるほど、今までいう政治に興味がないと政治家、暇に見ですね一緒ですね。平安貴族に ですすね、うん、おっしゃる通りだとり思います確かに政治家暇、ひまそう、興味ないと政治家、ひまそうに見ますかね、政治家ないととか、あのだからもう国会議員半分ぐらい減らせとか、えー、いう点と一緒ですね。<laughs> うん、おっしゃるとおりです、国会議員半分に減らせて、国会議員減らしたら大変やでとも私は思うんですけども。国会議員もっと増やして、お金も出したり、その会社ちゃんと仕事せえという主張している人もいますね。うん 国会議員減らすと、私はあんまり政治にかん、まあ、興味関心度が、コネがないし、コネ作る気もないから、あの別に問題ないんですけども、あれ、国会議員少ないんだったら、例えば陳情とかできないですからね、意外と失礼されたようなことがあるんですが、家柄に応じた、国会もできない人は能力の影響は,行けるにはいや、能力の影響ありますよ。あの例えばあのいきなり議席中に 照明器具で隣のやつを殴り倒したやつはダメですよ。あの、そういうバカもおるんですよ。いきなりブチギレで隣の、隣にいた貴族をあの照明器具で殴り倒したやつるんですよ。そういうことをやると出世遅れます、やっぱり。うん、で、親父が必死になって働いて、で、本人もあの上司にもうごますりまくって、ごますりまくって、ようやく極寒の中南言まで進めたというバカなやつがいます。藤原の定かっうんですけどね。 だから、能力のえ影響はかなりあり、あの、極下まで行ける人、室町になるともうちょっと多分、あのそれでもやっぱり行けない人いますからね、国家まで行けなくなっちゃう人っていますから、国家まで行けなくなっちゃうと、子孫が苦労するんですよ、これ。だから、家のランク下がっちゃうんですよ。だからもう、定価は必死だったんですが、もうそれは自業自得ですよね、<laughs> はっきり言うて。 数量の場合は、えー、と経験によって上がっていくんだとこれ長生きせんとダメですね長生きせんと無理ですねそれであの<さ>清和源氏の連中が長生きしてるというのはああまあ有利やったんですねそうですねまあ驚異的な,な長生きですもんね光中にしてもそうそう頼義よよも頼義なんてもうほんま50を過ぎたたいてようやく世に出てきてですもんね ツ、ね、の神だったら60やとかね、うん、当時の60だったら、今やったら80とか、そんな感じでしょそうそうそう。<laughs> それからまたムツ行って神やるんかよと、トー、うん、<laughs> や,やるんですね。それで12年からやってますからね。隠居ってしないんですね、あれ、光中さんでも。ああ、うん、頼義さんも隠居しない。生涯現役ですね。そうなんですよ。貴族が元気ないなんて、まあ、言,う言うたら、あれか。 あの樋口清之さんとか、いや、あのより源頼氏は貴族じゃないでいいさ、<laughs> 貴族は大体30ぐらい死ぬんや、あえて、いや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 、みんな、長生きす、そんな30で死んだら、まだあの駆け出しで死んでますやんという。天皇は上皇になった暇やからって、そ、ま、れ、あ、は陰性期以降の話ですけど、もう上皇になって気楽な生活ってなりますけど、これ、貴族の人たちって平安の、隠居、はい、してのんびりという考えないんですか あのうまくやり合わせたら、もうとっとといあの、要するに自分の国家まで到達したら、まああの、うまくやろうという人もいるかもしれないけども、あんまりや、やっぱりあ、なかなかこのペース見てると、国の人気って4年ですよね。10C の上務だから思ったら20年かかるわけで、産業まで上がるだから思ったら28年かかるわけであって、やっぱりなかなか、 そんな簡単に修正できないんで、やっぱり、あの、極寒に行くまでに言うて、川倉とかやってくると、そこのスピードがかがかっていきますけども、やっぱり平安時代っていうのは、なかなかやっぱり、あの、彼らは実際に実務やってますから、その実務を積み重ねていかないと、やっぱり修正しないんで、修正スピードはどうしても落ちるから、つか、あの、そんな速くないから、隠居したらもうものすごい迷惑かかりますよね。子孫に。ズレをだけじゃなくて他の連中も、まあ、あの、 中途間板やめちゃうとね。やっぱりあの今で言う年功序列に近いまあ年功完全な年功序列ではないけど、年数かけて実績を積んでいかないと上がっていかないんですね。やっ,うんうん、やっぱり経験やっぱり積まないとあのできませんからね。やっぱりまあ例えば四十五十ぐらいまでは働かなあかんし、まあ当時で五十いたらもう。 平均年齢ははるかに超えてるぐらいまでは頑張らないとはあかんと、うん、あ貴族なんて多分平均年齢、摂関係で計算したら多分平均年齢多分60倍超えてると思いますけどね。あれ平安貴族は平均寿命短いというデータで多分天皇家を取ってるんですよ。で天皇家の場合、あの平安時代の初っ端は長いんですよ、ちゃんと。中期ちょっと短くなって末期になるとものすごい短くなると。だからどんどん弱くなってるんだったんだけど、いや、安徳天皇が引き下げてるだろうがと。 白川みたいな8条で生きてる人もいませんやんという。五、うん、白川も結構生きてますね。65五やったかな。外祖父摂政ということで、一条の上位で、厚平立体師という、そういう、まあ、道長としてはうまくいったわけですね。少子が道長の外祖をどんどん生んでくれたっていうのが、相次ぐって、まあ、2、2人ですけども、次世代の外祖父になるにあたって、この少子の存在はきいですね。 ただ、彼にとっての心配事はこの厚安親王。厚平よりも9歳年長である。で一条天皇はこの厚安親王を即位させたいと。もう一つ、おきさだの上位。厚安立体師されます。で、えー、その厚安から厚平にどう持っていくのか。厚明というややこしい問題もいます。うん、厚明というのはですね、おきさがつまり三条の王子ですね。 だからその辺の関係をどう取っていくのかと。篤弘は14歳も年中やってますからね。要するに、年齢から言うと、実は篤明、篤安、篤平というので、篤平って結構不利なんですね。天皇の皇位継承に関する発言力が結構あったと。この篤安厚篤明については、道長が外祖父として発言を受ますが、問題は外祖父としての発言力がどの程度通じるのかと。例えば、藤原兼家。 彼は外祖父になって力を握ったわずか4年で死んじゃったんですね。だから、やっぱりここも長生きしないと無理であって、外祖父として権力を振るい続けるには長生きしないとだめであるで道長ってのは病弱やったんで、外祖父になってすぐに死んじゃう可能性も多分道長も分かったんじゃないかなと。結局、厚保から厚平に変わっちゃったのは、一条天皇が亡くなって だからですね、一条天皇は大きさにに上位してすすぐに亡くなります一条天皇は病気に倒れたために大きさに上位したんですがその時に道長さんはえ厚平を一生懸命押してで結局周りの人間も厚平をえ押して一条天皇は生きてたら一条天皇の思は通りますけども亡くなってはねもう糸を通らないもう病気でもう先に泣いたらみんなあもう敦安はダメだなと。 他も死んでるし、外籍もなんか力弱いし、ここはもう厚平で行っちゃいましょうということで、厚安さんは結局こういう皇后中宮諸星の第一王子で皇太子になれなかったの、なれなかったという、あまりありがたくない記録を持ってしまうことになりました。で、三条天皇、沖貞親王、三条天皇は即位します。ただ三条天皇、えー、道長への関白就任をお願いしますと来たんですが、道長は、 やっぱり、京、え、都、ー、やなくて、やっぱり、京務主任がいいと。まあ、あのー、このあたりから三条と道長の関係っつうのも、なんか非常に、あのー、不都合なやまあ、そもそも、三条天皇、道長とって三条天皇っつうのは、もう、早く厚平に上位してくれと。三条っていうのは、いつまでも居座られたら、俺、外祖父になる前に死ぬやんけ、ということですね。 でさらに言うと、一条つうのは、まあ、なんだかんだ言うて、戦士の存在があったために、この戦士が非常に道長をバックアップしてくれたんで、あのなんだかんだ言うて一条には話は聞くんですけども、三条天皇の長者は道長の姉でありますが、早死にしてるんですね。だから道長と関わってないです、ほとんど。だからまあ、その関係を見ると、まあ、道長からすると三条天皇はもうとっとっと早く出て行ってくれと。 まあこういう関係になります。これは私の、えー、付けたやつですけども、これが厚平です、ね。厚安。これ、大きさだ。だからこの長子と戦士、えー、この人を配しているために結局あの道長と接点はほとんどない。こちらはもう道長をものすごい全力を挙げて押し続けたということで、この1畳と3畳とでのはかなりの空気があるとでそういう中で、 三条天皇と道長の対イは始まる三条に道長の娘の剣士が受罪します。ところが、三条って一条の年上なんですよね、実は。36歳です、いてます。彼はだから、厚保が排除された、厚平立体師のこの、えー、家庭をよく知っていると。道長と一緒に動いてると、ろくでもないなと。三条は上司を、えーまあ、立合しますが、その日道長ぶつけてきました。中宮剣士の受代の参入日にぶつけてきてき えー、彼女の立合の儀式にやるがわずか4人だけ要するに、まあ、三条が、えー、上司を、えー、立候する多数は道が同じ日にぶつけていたのね嫌がらせです。剣士には、えー、女子が生まれてしまったね結局道長はその時に非常に冷たい態度をとったと。女の子かよと。女の子だ、ね、これこれこ男の子が生まれたら多分三条というのももう少し運命が変わったかもしれない。 しかし、そこで女子、道長との間には女子がもらう。で皮肉なことに、この、本当に道長が女かよ言うたこの女子が、後に御三条天皇の母親になるんですね。いわゆる天皇を外籍としないというのが出てくるのは、この御三条の母、剣士の女生の女の子です。歴史を大きく変えた女の子ですね。相次ぐ火災、1910年、相次ぐ火災が起こります。ちょうどその御三条天皇の眼病が進行します。 それを見た道長はもう早く上位しましょうよと。もうこの火災通うのは上位した方がいいという天からの知らせですよ。さらにあんた目が見えないでしょと。道長はあの一の神の地を通じて朝廷、えー、を掌握し、さらに奈良の地によって天皇の命令をこひっくり返すという、そういうことをやりながら三条天皇をじわじわと追い詰めていくと。そこで三条天皇は道長に対して、 情報というかね。感想を見るのに、道長が代理に見てくれというふうに情報します。しかし、道長はこれを誇示します。まあ、嫌がらせでしょうね。その結果、政務が停滞して、三条天皇はますます追い込まれていくと。三条天皇は字が見えなくなってきたんでね。目が悪くなって字が見えなくなってきたんで、えー、道長に代理してくれと言ったら、道長が嫌がったと。その結果、三条天皇は何もできなくなっちゃうと。 そこまで悪いんやったら上位したらどうですというのは道長の言い分ですね。で、結局、三条は厚明の立体師を条件として厚平への上位を承諾します。ここに道長はようやく摂政、まあ、になります。内乱検査大臣、一中の時代が終焉した。二十数年にわたった内乱検査大臣の時代が終わり、道長ようやく摂政。2016年ですね。 道長遠い昔のワンマン折衝というふうに私は子供の頃覚えましたけども、別に実はこれそんなに意味ないんですよね。道長がすれ、ゃしょうがねえなという。五一条天皇即位後はえ道長は神之助出席ないんですが、これは石棺は神之助に出席しないんです。実は神之うに出席したがために道長は折衝にはならなかったですね。 でも、先ほど言った道長が決勝になれない理由というのは、これは全く改善したわけです。道長は大臣、えー、現人の世代人でありますが、陣のすためには出席しない。陣のすために出席する一番上のやつ、一の神。朝廷のトップである一の神は誰が取るのかと。まあ、無能な右大臣、秋光。こいつにやらすわけにはいかないと。 で、藤原の近接は無能ではないんだけど、何かの問題を抱えたのか知らんけど、要するにこの人はなぜだかならしてな,れなかったね。別に道長とそんなに仲は悪いわけでもないんだけども、何かの問題を抱いたみたいです。ま美さんにとはもう無能であると。で、明美さんにとっと任せられないと。だから結局道長にとっては、あの、右大臣と内大臣っついうのが、両方とも使えんやつだったんですね。結局道長は、まあ、大納言以上でも、大納言して、まずね、内大臣と右大臣消して消したら、 その日、参入したやつが一の神をやると、まあ、だから別に秋光でも金星でもうまいんでしょうけどでも、秋光や金星が、まあ、その日一日やったら何とかやってくれるだろうと、これは道長の警戒とも言われますけども、秋光や金星に対して。でも金星は外籍ではないし、秋光は結局、あの娘の元氏との間に王子が生まれなかったんで、まあ、政治的になんかどうこうという問題でもない。 だから、まあまあ、どっちがやったらこっちだろうと言われてね、要するに無能の明光、あるいは何かのものかやった金星、こいつらに一の神をずっと任せると、学級崩壊を起こしかねないと。学校で言うなら職員会議がまとま,らま,とまるもまとまらんと、えー、いう形で、で結局、だから道長は割合早くに、摂政辞任しますね。で、厚明の敗退し2017年、三条条項はがなくなります。 で、そこから道長、は厚明の東宮自体の圧力が出ています。で、結局それに向けてあの、同年8月、厚明は東宮自体。で、これひどいのは、厚明が辞退した後、新皇たちの厚長、厚長信仰に対しては、壺切り漁権の壺切りの三つが渡業するわけですけども、これ、厚昭はそもそも渡されてなかったんかよという、そうなんですね。要するに道長は、 厚明を全く経費してこういういろんなものも結局自分ところに取り込んで渡せなかったと。厚明の処遇については厚明は皇太子を辞めたそれの前例に基づいて年間年釈封庫は元通りあの受領給と随人については許可すると新たにでさらに小一上院という隠後を許可する大上天皇絡みでさらに道長の娘官司との婚儀を行う ちなみにこの厚昭と関して生まれた娘があれです、ね、後三条天皇の妻ですね、種仁信吾と助仁信吾を見ます。でえー、道長は大乗大臣に、えー、就任して、天皇元服の果敢役を務めますが、うんえー、翌年と2月、2018年の2月には辞任。道長周辺の女性は、道長権力に非常に多い権戦士は、 こんなこと母号長女もっぱらにす少子は厚平と厚永がおんでます臨子は寄り道乗り道剣士医師騎士などおんでますこういったものを通じて道長綱女性に非常に支えられている面が大きいと2018年五一城天皇に医師が受代してますで彼女は中宮になりましたで、えー、剣士が皇太后長子が太后太后 三姉妹が揃って、木崎になると、一家三号。この時の言葉が有名なことですね。同年、厚安親王が亡くなりました。これでまあ、えー、道長にとってはあの、はっきり言うと、2018年、道長の権力は頂点に達したというふうに言われます。一家三号さらに厚安親王が亡くなって、完全に自分の王子が、えー、自分の、えー、関係する厚平、 つ長の流れに、コートは乗ったと。それを見届けるように、道長の体調が急速に悪化して、えー、いきます。まあ、持病の胸もともと彼は胸が悪かった人ですね。で、さらに、目が悪く、目が見えなかってきたと。三条天皇の呪いと思ったんですね。道長は出家しました。ここに道長は、ついに、第一線から知れるだけです。道長は、えー、一旦もう死ぬと思って出家したのでど回復しました。 で、彼は無料樹院、後の北条寺を造営します。で、2019年、阿弥陀堂、この時、11剣道の、阿弥陀で十11剣道の九体の阿弥陀堂これを図寮に担当させます。で、それについて寄り道は批判しています。親父そんな図寮にやらせ何様のつもりやと。実は彼は土、はるか前には土、自分の土御門大でも同じことをやってます。で、小勇気は、 当時、大公の徳、帝王のごしと皮肉ってます。まあ、代理、再建の国宛てと似ていることへの皮肉であって、え帝王のごしと、だから何様のつもりやと。道長からすると結局、この無料獣医の負担、あるいは土下座庭の負担を、苦行や主大夫に強いて、貴族全体を家臣のごとく編成するというふうに見られてので、これについて、京都大学の上島進さんは、 道長の王権が招集された。天皇家から離れて、道長の王権というものが創出された。で、まさにそれこそ、の後の検問体制のにつながっていく検問家。検問体制の検問というのは、天皇とはまた独立した、あれですね。そういう検問家の行使であるという表があります。つまり、新たな、ね、天皇とはちょっと分離した、新たな王権が作られたんじゃないかと。 でこれに対しては、佐藤康弘さんっつう、これあの、えー、上島晋さん,さ,んさんからするとちょっと先輩なのかな、あのどちらも兄弟の出身で、ちょうど私も大学院生の頃に、この佐藤康弘さんとか、この上島涼さんとか、三河圭さんとか、この上島さんと、えーまあ、同期の野田太蔵さん、あるいは川田真さんという、こういった人々とまあ一緒に研究させていただいたんですけど佐藤康弘さんは、この上島晋さんの議論に対しては、制度化、構造化されてないんじゃないかと。 だからこれは道長の話を特別に大きく取るんじゃなくて、もうちょっと長いスパンで見なきゃだめじゃないと、道長に大きな活気を認めるというのはちょっと行き過ぎじゃないという、そういう評価を出してあります。道長の仏教信仰についての新しい側面。無料住院の伽藍というのは、神殿造りの経過を残しています。 まあ、つまり道長の日常的信仰生活の場の延長としてのお寺であると。で、この形は宇治平等院につながっていくと。それから11件の球体阿弥陀堂というのは、えー、後に同じような形で特徴獣医の仙台等身、小観音像や蓮華王位の仙台等身、千獣観音などにつながっていくということで、三十三間堂とかそういったものにつながっていく新たな形であると。 さらに宇治小畑に浄明寺三,三枚堂建立。墳母の重視ですね。それはあのこの辺りに小畑に墳母がいっぱいあったんですが、まあ、はっきり言うと、誰とかそういったものはあんまり知られてない。とか道長はここのところ、ふあの一族の供養を行い墳母を重視すると。これは後に鳥羽殿や宝珠寺のようにこの形を作って、要するに墳母を中心にして剣門として作られると。道長も、 この宇治を中心にして、藤原氏の墳墓を中心とした宇治の検問都市ができたたんですね。で、この道長のやり方は、後の院政にも使われていくと。発祥寺五代堂の再建、では、御堂流の祈祷の場として、後に移動、あのー、やっていき、まあ、道長っついうのは、興福寺、春日大社と藤原氏の宇治寺。 それから藤原北家の宝生寺。さらにその緑の宝生寺五大堂。で、えー、道長古人の宝生寺という、そういうような使い分けをしていくと。さらに、現在最古の舞峡と京塚の遺跡は道長のものですね。それ以前、まだど,ど,どうかわからないんですよ。こういうのって出て,出てこないからないと言えないんですけども、この舞峡とか京塚といったものが道長が始めた可能性もある。だから道長というのは、そういう意味で、あの、 まあ、三川さん、えーまあ、あの上島さんにとっては先輩ですけど、康さんと同じぐらいが、どっちだったかな、あの辺ちょっと私もわからない、三川さんと佐藤さんどっち、佐藤さんはちょっと後輩かな。このあたりでいろいろと議論がやってるみたいで、あ同,同じ大山恭平先生とかで習った人らがこう、議論しながら高まってるんだなと、私は感心してますけども。 三河さんどうも、検問として道長つうのが新たな王権を作ったという評価に関しては、ちょっと保留をした上で、道長は全く古いものを引き継いだだけなのか、そうでもなくて仏教という話をしたんですね。いう形で道長つうのは、まあ、政治的。 あるいはあの仏教的に、まあ、大きな活気を作ったというふうに見ることもできるというそういう要するに後の陰性につながっていく要するに道長の時代というか道長の体制というのは陰性期によって全部ひっくり返りなくて陰性期のこういうシステムにもかなり継承されていったんじゃないかというそういう見方がされているというところでお話が終わります。 三条と剣士の間に内親王が生まれますね、亭子内親王。はい、あの子が男の子やったら、これ道長としては両党手術を続ける気だったんですかね多分そうじゃないかなと思いますね。うん、この剣士が亡くなったときにはものすごく悲しんでますから、道長は。だから剣士のことはものすごい怖がったみたいですね。だから剣士の間に子供が、男の子が生まれたら、道長としては。 熱昭は邪魔だが、剣士と三条に生まれたら、そいつも天皇にするのはやぶさかじでなかったでしょう。両党鉄律というのは貴族にとっては大変困った状態なんで、道長がこれ一本化しようとしたってい書いてた本があったけど、これは別にそういうことを道長が狙ってたわけではなくて、もう偶然三条に道長と外籍関係にある男の子 王がどちらなのかなこれ難しいですよね。どちらもはっきり決めてないからね。当時の,あの貴族たちが実際に、まあ、確かにあの両方手伝って面倒くさいのは事実だが、かというて、無理やり断絶するのも恨みとか回想で嫌だよねという。これも人によるんだろうな。 なんかこういう、なんかあることをやろうと、新しいことをやろうとする、なんか要するに大なたを振る、大なたを振る、改革すべきだという意見と、まあ、でもそこを手つけて、なんか恨み買うのも嫌だよね。恨み買いますからね、これ。領土鉄立をぐちゃっと潰しちゃうと。ここまでうまくやってきてるわけですからね。うん、<laughs> まあ、どう転んでも、これの問題って、あの、 遺根残しますわね、うん、この場合はたまたま親王が生まれなかったから、もうここで整理してしまうかと。なんかこの結果としは、どちらかそっちの方かなと、この三河さんの方はそういう感じかなという、両党鉄律を統一するという話はなかったんで、これ、どちらともいえないですね、どちらやろ難しいな、<laughs> どちらもしょあのはっきりそれを証明するあれはないんですよね。 では来週に行きましょうか、はい、来週は来週はここですね藤谷の寄り道から御参上天皇へ